ここでブルー奥の層、うん、あんなかっこいい人初めて見た。すごい。 SNS でバズらせるためにするべきこと、はい、むちゃちこれ、これ見たことありますね。こういった効果ですね。皆さんこんにちは、稲山正弘です。今日なんですけれども、今日はもうすごく大事なところを決めたいなと思ってます。今回、まあ、僕はピンクなんですけれども、まあ、ブルー、ここでブルー、本当にあのシアンのあいつが来たら、もうそれはね、ただのディケイドじゃんってなるじゃん。なるよ、なるなる。みんな期待してたけど、コメント欄とかで、いや僕はね、全く新しいものを作りたいんです。新しい特撮を作ると考えた時に、各ジャンルからいろんな多彩な人たちを呼ぶっていうのも大切だなと。やってるところが想像全くできない人を今回呼ばせていただきました。ということで TVK でも共演してます、鬼人林拓磨です。どうもこんにちは、林拓磨です。 TikTok のフォロワー数540万人の男でございます。おかげさまです。 TikTok すごいね。いや、ありがとうございます。日本で一番ぐらいなんじゃない？そうですね、まあ、トップランキングに入るんですけど、まあ、僕は TikTok で活動はしてますけども、うん、今回僕なんで呼ばれたんだろうっていう、まあ、今ピンクの特撮っていう企画をやってて、はい、ドラマを作るぞっていうので、全く新しい特撮ドラマ作るぞっていうので、はい、こうキャストからスタッフからこう決めてってるんだけど、ブルーという枠をちょっと決めなきゃならないということ、もしかしたら早田くんなのかな、どうなのかなっていう感じのところで、とりあえず会ってみようみたいな感じで、はい、はい、今日ここに呼びました。いや、嬉しいですね。ただ僕でいいのかっていうのはありますけどね。え、そうなの？はい。え、何見てた？仮面ライダー、例えばゼロワン。ゼロワン、ジオ。ジオ最近じゃん。奥の層、うん、友達なんですよね。あ、そうなんだ。幼馴染っていうか、はい、幼馴染なの？あ、まあ、中学校ぐらいから仲良くて。すごいねそれ、はい、家にも泊まりに来たりしてました。え、そんな仲なの？はい。初耳なんだけどそれ。彼はもうほんとかっこよくて、街歩いてて周りの女性がみんな、え、あんなかっこいい人初めて見たんだよ、すごい、言うぐらい。それつながりで、じゃあ GO も見てた。そうですね。 TikTok で遊んでる、僕おもちゃシリーズっていう動画出してるんですけど、うん、そのおもちゃももうそのライダーとか。え、今度僕のやつ使ってるの？あ、ぜひぜひ使わせていただきます。あげるからおもちゃ。使います。へえー、あと黒ひげ危機一発さんだって使うんじゃないのよく。あー、使います、使います。どんな感じで使う？デデデデンデデ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 デ。まさにこんな動画を撮ってます。全世界の人が見てくれる。そうですね、インドネシア、スペイン、カンボジア。じゃあ林拓磨はインドネシアに行ったら、じゃあすごい林拓磨だってなる可能性があるんだ。なる可能性しかないです、ね、インドネシアどうだ。インドネシアないんですよね。マカオとか行くと、うん、中国、うん、声かけていただいたり、え、あ、ハヤタク、ハヤタク、ハヤタクって言われますね。TikTok はじゃあインドネシアの方がすごい受けてるんだったら、なんか TikTok もなんかレクチャー受けないとダメだなって思ってきた。なんか僕もね TikTok やったんですけど、この回で、はい、何が正解かちょっとわからないまま終わった。あの、僕こう見えて今 SNS の先生やらせていただいてるんですよ。実際に生徒さんいて。すごいじゃん。はい、ちょっと教えすること。先生やってんの？はい、先生やってます。どんな感じなの？じゃあ、はい、教室、その先生のところに入ってきたところで、はい、俺生徒で待ってるから。はい、はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いします。中級第2回目、はい、今回のテーマがこちら、はい、SNS でバズらせるためにするべきこと、はい、ということで、やっぱり一番最初にしなきゃいけないのはトレンドのチェックですね。トレンドのチェック。皆さんどれぐらい、SNS を見る時間を1日に作ってますか？大体30分未満ですね。あ、ダメですね。ダメですか？はい、大体4時間は作っていただきたいなと思います。はい、僕も5時間ぐらいは見てるんですけども、だって睡眠時間と同じぐらいやっぱ見なきゃいけないんですか？そうですね。なのでやっぱりトレンドをチェックしておかないとバズるためにすることができないんです。え、じゃあちなみに先生は今日のトレンドとかもチェックされてるんですか？あ、毎日しております。え、じゃあ今日のトレンド教えてください。今日のトレンドはハッシュタグですね、うん、FYP が流行ってる。え、何ですかそれ？For You ページの略称なんですけど、 For You ページ、はい、FYP をつけると、バズりやすくなる、おすすめ塗りやすくなる効果があります。え、そうなんですね、はい、なんで大体1ヶ月ぐらいトレンドってあるんですけど、うん、1ヶ月ぐらいで変わってしまうので、この1ヶ月以内は FYP をつければ大丈夫です。
すごい。やはりじゃあそのトレンドをしっかり見てるっていうのがまず第一歩なんですね。そうですね。すごい、はい、なんかちゃんとしてるね。なんかありがとうございます。すごいですね。なんかどうしたらいいですか。ミュージックビデオみたいですね。ミュージックビデオみたいな。バックダンサーいて、あのバック怪人がいますね。バック怪人います、ね、バック怪人がいて、なんかどういうポイントとかやっぱあるんですか。あります。やっぱ流行っているものにちょい足しをする、うん、オチを作ってみるとか、うん、なんかみんながやっていることと違うことを加えることによってバズりやすくなるんですよね、うん、多分これだと流行っているものもそのままやってるんですよ。確か、はい、そこに何か自分流の後ろで怪人が踊ってるっていうのもすごくいいんですけど、もうちょっとなんかインパクトのあるあのオチとかアレンジを加えるとバズりやすくなるほどね。驚き、笑い、そしてエモい、胸キュンのうち、これバズる4要素って言うんですけど、そのうち最低でも2つを取り入れるとバズりやすくなるんですね。へえ、はい、勉強になります。でもね、1本取れますか。ここで取れる。でも取れますね。マジ全然取れます。どこでも取れるので TikTok、 それが TikTok です。あ、なるほど、はい、じゃあ先生よろしくお願いします。お願いします。先生よろしくお願いします。お願いします。あのモッツァレラゲームって知ってます？モッツァレラチーズゲーム。 あれってあの声を使ってテンションをより高くしていく方が勝ちっていうゲームじゃないですか、うん、あれをやると流行りをそのままやってるだけなんです。なるほどね。なので、うん、ここはちょい足しっていうことで、うん、体の動きでモッツァレラチーズゲーム。どんどん体の動きがテンション上がっていくっていうことです。あのこの人体の動き本当やばいんですよ。はい、僕柔らかいんで、ね、はい、はい、驚きはもう体でみんなが驚くような動きをしていただきたいです。あ、なるほど、はい、でエモいのはあもうこのゲーム自体にエモさが入っております。あ、昔やったな懐かしいなっていうエモさです。なるほどなるほど、はい、モッツァレラチーズゲーム。最初なんでちょっと柔らかめにいきたいと思います。モッツァレラチーズ。やばって、ね、ライトって言ったじゃん。これライトじゃないでしょ。ライト、これよりだってテンション高い動きしないといけないでしょ。そうですね。やばない、それもう俺最終形態ぐらいまで言ってるけど。モッツァレラチーズ、ありがとうございます。ちょっとずつ上がってきました。モッツァレラチーズ、やばいよ。あと2パターンぐらいで終わります。あと2パターンいくの。もう限界来てるけど。いや、モッツァレラチーズ。皆さんマックスがあります。あのコロナ禍で俺初めてこんなに激しく動いた。モッツァレラチーズゲーム。モッツァレラチーズ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 。心が疲れました。いや、だいぶ汗かきましたね。ハヤタクいつもこんな運動量でやってたんだね。やってますね。いや、すごいよ。違う世界のところで TikTok というところで頑張ってるハヤタクはすごいなと思った。なんか、いや、ありがとうございます。こう、できないよ、なかなか。もう、俺死ぬ気でついてったもん、今。こんな井上さん、初めて見ました。本当に。でもすごいいい経験がやっぱできたっていうのと、今ピンクの特撮っていうのを仮称でずっとやってたんですけれども、はい、やっぱりハヤタクという人がブルーの役でやったらありえないキャスティングだけど、めっちゃ面白いものできると思うんですよ。この特撮業界にぜひともちょっと新しい風を吹き起こしてもらいたいなと。お願いします。ありがとうございます。ぜひともお願いします。あります。はい、分かってますね。なんかね、体が軽くなってきたね。あ、でもやるからにはもう全力で素敵な作品ができるように僕も全力で頑張らさせていただきたいと思います。嬉しいです。はい、ブルー役カッコ仮は、ハヤタクで大決定なんで、はい、皆さん今後もよろしくお願いします。お願いします。マジでこれから台本を渡すけれども、はい、普
通の役者じゃ考えられないような発想でやってもらってもいいし、はい、まあ、そこはあの監督田辺さんがしっかり指揮を取ってくれるから、はい、まあ、ちょっと新しい特撮をこれから一緒に頑張って、はい、ぜひ作りましょう。はい、お願いします。なんじゃこれ。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。